イエーイ、イエーイ、なんじゃそれ、どう触ればええねん。おーい、おーい、お尻、やっぱりお尻触ってーって、うっぷーん、うっぷーん、変な顔します、携帯変な顔します、うっぷーん、ぷーん、ぷーん、うん、尻尾つかませろ、尻尾つかませろ、携帯、あー、逃げれた。あー逃げれた。楽しい？ケータ。うん。え？悪くねえなーって。い、あ、イエーイ。イエーイ。うぃー。はい。ケータ、こうやって、遊んでるじゃないですか。で、こうやって遊ぶときに、我々トレーナーが何を見てるかっていうと、ケイタの行動頻度が上がってるか下がってるかっていうのをよく見るんですよね。例えば、さっきみたいにお尻を見してきたでしょ。だから3回ぐらいしたでしょ。うん、つまりお尻触ってほしいんですよ。そう、お尻触ってって、あ、これ4回目ですよ。ほら、つまり行動頻度上がってるってことは、ケイタにとって僕にお尻触られるっていうのはいいことなんですよ。ただね、この届かへんねん、お前。ただ届かへんねん。お尻触ってほしいんか知らんけどなあ、届かへんねん。もっとこっち持ってきや、ほら、うん、うわ。だ、でもこれも含めて楽しいんじゃないですか、もしかして。この触るか触らへんかで僕が頑張ってる姿を水中で見るっていうのも楽しいんじゃないですかね。うん、行動頻度が上がってるっていうのは、それだけケイタの欲が満たされてるっていうことですね。うん、何欲かは知んないですけど。